長岡村です。はい、占い師佐藤大将です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先生、今週は1週間、はい、旬な人占いウィークということで、はい、よろしくお願いいたします。はい、さあ先生、本日一発目ですけども、はい、初日は視聴者さんのリクエストでございます。はい、こんなコメントが届いていました。会社の CEO でもあり女優さんでもある柴咲コウさんを鑑定していただけませんか。今年ホリックで妖艶な女性を演じて柴咲さんしかできないなと感じました。夏にはガリレオにも出演しますし、今年はドラマ映画のフル出演、この勢いどこまで続きますでしょうかでございます。はい、映画ホリックで、はい、出演されて、さらにまあガリレオなど、はい、どんどん控えているという状態なんですけれども、はい、さあ柴咲コウさん、そしてご自身のですね、会社の CEO も務められているという感じなんですけれども、はい、いかがでしょうか。はい、とりあえずもうこの名式なこの雑記の在官といって、はい、雑記の在官、もう事業者の、あら、事業者の名です。なるほど、はい、ということはその経営というのは、ね、合ってるんですね。合ってますね。はい、はい、へえ。最初だからおそらくここら辺からですね、はい、20代ぐらいから結構財運が上がってるんですね。なるほど、でも女優さんとしてブレイクしたタイミングと一緒っていう感じですね。そうですか、女優さんとしてのその勢いが出てますか。そうですね、今ちょうどこの青函っていうのが来てますから、はいはいはい、これまさにこの悪いのを取ってますので、あ、すごいいい感じになってますよ。じゃあ今イケイケな運勢ということで、ええ、はい、じゃあ仕事運はじゃあ今後も結構、そうですね、ただこの一応これですね、うん、この寅年が、はい、あ、この今水の絵が来てますから、やっぱこの財破ってますね。あら、うん、ただ結構あの会社作るのに結構お金いっぱい使って、なるほどなるほど、結構散財してる。仕事運としては順調だけども、はい、ね、お金としてはということ。そう、かなり出ちゃって。あ、なるほどなるほど。じゃあ入ってくる分も多いけど、ね、出る分も多いっていう。そうですね、はい、この会社経営自体はその向いてるということなんですか。そうですね、もともとこの関と財を、あ、それでこれまあ水時で出しましたので、あ、時間ちょっと何時ぐらいの、まあ朝方ですね。あ、なるほど、はい、朝方、はい、ね、もしあの YouTube やってらっしゃるんでね、はい、よかったらコメントで答え書いていただければと思いますけど、柴咲コウさん今ね YouTube でその、ね、有機農薬、ね、農業とかで、ね、挙げられてるんですけど、ね、そういうなんか農のイメージもあったりしますか。そうですね、これもうオツがこれ花草ですか。はいはいはい、なるほど。でこれが大地ですから、あ、じゃあもうまさしくそのままですね、はい、まさにお月様で照らして、はい、まあ、まさにあの栽培してます、野菜を栽培してるっていう、まさしく出てます ね、そういう感じで。そしたらこれがいわゆるそれを刈り取るっていうことですね、この可能によって。あ、じゃあ今ちょうどそういう時期ですね。これ結婚みたいなんで、そうです、一応この青函が来てますので、はい、可能性ありですね。あら、はい、じゃあちょっと ねそこら辺も気になるところでございますけども、ますますのご活躍、はい、楽しみにしております。先生、今日もありがとうございました。はい、これから1週間は旬な人占いウィークでたくさんの、方を占っていきたいと思います。皆さんもよかったらコメントの方に、気になる芸能人、有名人、スポーツ選手などを書いていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。それではまた明日もご覧くださいませ。また明日。